ジア、僕たちがしっかりしないとね。おはよう。きちんと栄養は取ったかい？こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。今回は歩き続ける君のためにの、私が頑張らなくちゃ。収集クエストやります。朝のトレーニング、あ、気持ちいいよね。すごいわ。成果はすごいわ。どんな問題？よくできました。気合を入れてくぞ。どうだろうか、どんな問題は。このくらい楽勝でしょう。よし、頑張ってくぞ。中野あずさです。これでもう拡張できるとかなく、まだあるんだ。全然拡張できてなかったんだ。水着のまま部屋でくつろぐのも懐かくていい。ねえ、アマウさんの従業員にならないなんてね。おはようございます。噛んじゃいました。私は大丈夫ですよ。学園生活部は互いに助け合い。コンビニより遠いのか。緊張してきちゃった。やられる前にやる。まだまだこれからだよ、うん、お願い、間に合って気持ち悪い。突き立ち痛そう。犠牲を変えます。覚悟して。あんたに勝ち目があると思うの？半端な攻撃は通さないわ。行くよ。これしかない。行くよ。ダンボールの壁。ちょっとねえ、大丈夫なの？今は我慢の時だね。お手柔らかに。時間はかけたくありません。よいしょ。ほら、無茶するんじゃないわよ。この技なら。皆さんのおかげです。スキル使えてないですね。ん？見回りに付き合ってくれるのか？
ガンガン攻めるよ。どうかな、効いたかな。カツラかけよう。どうかな、効いたかな。これで少しは安心できるかな。どうしよう。踏ん張りどころだな。ガンガン攻めるよ。行くよ。行くよ。さあ、トロピカルビッグウェーブ。心の壁発動。どうしよう。ハペコイするのは怖いな。こんなやつ私にかかれば余裕だわ。調子に乗るんじゃないわよ。みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。待つのは苦手なのよね。きっと大丈夫。チックメイトです。スリルがありますね。緊張受けてください。甘くなったものね。任せてください。どうしよう、どうしよう、どうしよう。私から行きます。はい。皆さんのおかげです。学園生活部は互いに助け合い支え合うんだぜ。超級。今日はみんなでお出かけだね。緊張してきちゃった。お前らにはこれで十分。今は我慢の時だね。えいや。ちょっと。ほら、元気出るよ。きっと大丈夫。支援するぞ。覚悟して。今回はレベル20、25までだったと思います。私は足が速いから。うわっしょい。決めちゃっていいかな。いくよ。ピカル
ビッグウェーブ。やった。ここで交代。私たちとやる気ってわけね。私も甘くなったものね。助けて。助けて。よいしょ。まだ倒せない。悪夢を見ないためにもこれを使うわよ。スリルがあります。チェックメイトですよ。使う。少し待ってください。ここをこうして。できました。どうぞ。きっと大丈夫。そら当たってください。すごい。やりましたね。お疲れ様でした。ちょっと機能強すぎですね、今の。星女の1の優遇されすぎ。じゃあ、偵察行ってくるな。上級です。さっさと倒してしまいましょう。私もご一緒させてもらおう。いざ尋常に勝負。この技でいくね。このどうかな。聞いたかな。ちょっと待った。どうしよう。相手を攻撃を加速していく。この技でいくね。やばいな、ちょっと。きっと大丈夫。回復はするんだ。うん、自分の本を犠牲するしかない。どうしよう。どうしよう。これで少しは安心できるかな。この私が盾となる。私も協力するよ。よしかな。行くよ。動けないんだ俺。ちょっと待った。じゃあ彼女入れて。かかってきなさい。今の私は手強いわよ。私に任せておきなさいって。え、向こうがついてる。お願い、間に合って。ちょっと。間に合わなかった。悔しいな。やっと。来て。私から行きます。容易倒せるメンツじゃない。ちょっと、ねえ、大丈夫なの？来て。受けてください。体がついていきます。平気です。毒の手が。毒と見てくれ。何かのもう。ヤフン。やめて。任せてください。ちょっとねえ、大丈夫なの？チェックメイトですよ。少し待ってください。ここで一発ぶちかますわ。さあ片っ端からと。夢も希望もな。サナー、いいとこ。何？その調子。お待たせ。それ。
これをこう司法中の司法よ。皆さんお願いします。少し待って。いいですね、今日ソラテアとは勝ててよかった。最初から知能入れときましょう。学園生活部は コンビニより遠いのか。うまくできるかな。負けないから。今は我慢の時だね。遅いぞ、こっちだ。一体倒した。気持ちい痛いよ。やめて。どうかな、効いたかな。踏ん張りどころだな。少しだけど手伝わせて。やめて。行くよ。心の壁発動。打たれ強い。レッド。よいしょ。やるしかない。ここで知能位チェンジ。お手柔らかにお願いし、当たってください。もう倒せないからな。以前のようにはうまくいかないと考えた方がいいです。ここで一体、ここでチェンジ。ここから先は通行止めよ。半端な攻撃は通さないわ。今は我慢の時だね。やば。ほら、無茶するんじゃないわよ。受けてください。悪夢を見ないためにもこれを使うわよ。チェックメイトですよ。少し待ってください。やりました。リベンジ成功。お疲れ様でした。じゃあ偵察行ってくるな。これも修行の一環で。今は戦闘に集中しましょう。お残しはダメよ。避けるな。誰にも負けない。
ここからが本番よ。ほら、しっかりして。絶対に負けてなんかやらないんだから。頑張れみんな。油断したわ。つこちゃん、いくよ。みんなもお願い。はるかは私が守る。うわー、はるか。このくらい。これでどうですか？修行の成果が出たわね。変えてもよかったかな。ん？見回りに付き合ってくれるの？学園生活部は互いに。張り切ってレッツゴー。遊びに来たわけじゃないんだから。ここからが本番よ。やばいな。行くよ。みんなもお願い。はるかは私が守る。さあ、今のうちに。えいや。そこ。これ一体。頑張るぞー。こんなのもできるよ。はあ、なんとか勝てたね。ん？見回りに付き合ってくれるのか？もう長距離残すのになりました。
そろそろちょっと危ないかな。これだと2オーバーしちゃうんですね。キャスダウンって何だったっけ。こっくりこっくり、おいでませ。お願い、今だね。私に任せろやい。この、これは、これは、そう、こっちですよ。よし、これでどうですか。ほら、しっかりして。ここは任せてください。えい、避けるな。容赦はしませんよ。今ここでどうにかしないと。確かこっちに音。見つけた。邪魔するな。青には楽しみ。次はどこへ行こう。楽しました。はあ、危なかった。見回りに付き合ってくれるのか。これ全クリアですね。あとは残ったスタミナで。ちょっと強い相手、強いメンバーいないのか。全部星5ですね、一応は。観念広いが一番強いって言うんだが、ちょっとな、問題があるよな。これだと2位超えてしまうのか。
ほら、早く出発しよう。やらないとダメだよね。覚悟して。みんなの力になれますように。させるか。大丈夫だ。これ以上やられないために。ガンガン攻めるよ。やばい。大ダメ。踏ん張りどころだな。なんか回復しないんだ。回復するまでは。思い切り行くからね。あのね、私なるほど、それでしてるの。花の肩張り技術には注目していたのよ。どういう経験は無駄じゃなかったんだね。みんな、ごめん。まだまだこれからだよ。戦闘開始というやつですな。ではでは、こんなのはどうでしょう。私は負けられないし、調子に乗るんじゃないわよ。この私が盾となる。これで決まりですね。ふははは、油断しましたね。半端な攻撃は通さないわ。わっしょい。少しばかり本気を出そう。ついに来ました、水にまつわるイベントスペシャル。いや違う、こういうのじゃなくて、イベントスチル。何か飲もう。やめて。危ない、気をつけて。1日1個のアイス摂取で医者いらずと言いましてね。覚悟してもらうぞ。決めちゃっていいかな。行くよ。そうそう、助っ人冷えよう。やるしかないもん。みんなの笑顔のために私、頑張る。強い。支援するぞ。私だってできるんだから。お前らにはこれで十分。27か、もっと上に行けるかも。やったね。25じゃないんだ、上限。はい、どうぞ。私も協力するよ。行こう。行くよ。やばいやばい、ゆとるやばい。任せて。押してまいる。来て。
やられる前にやる。観念拾え、ここにあり。何かのもう。心の壁発動。やっぱりマシやで。使い切る。ついに来ました、水にまつわるイベント。あ、攻撃スキルだったかこれ。それだけです。周りに付き合ってくれるのか。ちょっと急ぐ。ありがとうございます、すっごく助かりました。これでトレードへ。早朝早起きは三文の徳。今のおすすめ。なんだこのイベント復刻コールチケットは。歩き続け、過去のイベントで登場した星4キャラクター仲間にできます。星4はな、いいんだよな。こっちです。交渉成立。交渉成立。交渉成立。また来い。すがすがしい朝だな。頑張ろう。あと何回？ 10 回ですね。もうほとんど時間がない。なんで、ユロのスキルをどんどん上げていく必要があります。カオス先生はまだまだだ。何を鍛えるんだ？ユノッチに全部投資するわけだ。全部使うと59になる。これをこうしてちょっとだ。出来上がり鍛えようぜ。魔法使いですよね。もう惜しみなく使う。76まで上げる。これ以上ないくらい強くなったぜ。あ、80になった。何を鍛えるんだ。でこちらのスキルが上がらないともっと上まで上がりません。ただかなり強くなったのは事実ですね。またな。結構これ犠牲を余儀なくされるとこだな。スーパーユニットで言っても厳しいよね。これがスーパーユニットです。
これは確かに強いが、歌に弱い。準備できました。行きましょう。どうしましょう。お願い、間に合って。アシスタントの経験を生かします。健康の敵。トール最初から言えよ。早いとこ終わらせよう。得意な分野はこの赤のどっちかだ。凛ちゃん、近づくやつはただじゃ置かない。それでも足りないのか。今は我慢の時だね。土属性か。怪盗ランマを立つ。やばいやばいやばい、いつの間にか。にわか。どうかな、聞いたかな。必殺の一撃。私も協力するよ。行こう。行くよ。倒した。これで残り1体に。トピカルビッグウェーブはそれなりに一定に効果あるみたいなんで、でもこれは効果ないな。決めちゃっていいかな。行くよ。お手柔らかにお願いしたいです。任せてください。あらら、こんなところご承諾くださいな。もう平気です。コロコロから厳しくなっちゃった。平気です。心配はいらないです。いや、心配だよ。どうぞ皆さん、私を盾に。こういうやり方だってあるんだから。やっと平気です。平気です。全然攻撃できなくなった。やったわ。見えなくなる。まだまだです。ひどいことするのね。これはしやり。本当に攻撃は最大の防御だからな。これ見るとよくわかる。最大戦力で一気に決める。アフターヌーン。了解した。まだまだ。まだまだ。どうかな、聞いたかな。痛い。これは。まだまだ。これはこれは追いつかないよ。攻撃は最大の防御。守りもしっかりしなきゃ。うわ、嘘だろ。これはちょっと厳しい。行くよ。行くよ。
かな？聞いたかな？聞いたか？聞いたか？よいしょ。聞いたか？こうなっちゃいましたね。もうすぐ言われた方がいいわ。行くよ。聞いたか。からが出ない。ごめん、やっちゃった。ちょっとリトライ。そんなにダメージ与えられない。お願い、間に合って。これは平気です。皆さん、お願いします。来ました。54だもんね。やるしかないってことね。ダダン、メルコにはこうよ。これは属性がちょっと強すぎるよ、相手が。任せてください。すっごいの行くからね。えい、全然ダメだ。ちょっと強そうです。誰も怪我させません。こういうやり方だってあるんだから。攻撃は最大の防御。まだまだね。どうぞ皆さん、私を盾に。なんかこういい感じに。
一気かけに行く。本気のカオス、行きます。まだまだ。ちょっと、これ怪盗ランマン立つ。ひょっとしたらこれ放送が切れてしまうかもしれません。飴食べます。33か。いや、いたわね。誰も怪我させません。いや、サポートだって大切なんだからね。これは悪い子だれだ。付き合い、これがだわね。どうだ、もう一個これ嫌だもんな。これ難しい。29,900。これ何回か打てば大丈夫でしょう。まだまだ。ちょっと、ちょっと。飴食べます。必殺の一撃。やったわね。私からも。まだまだ。死んだ。ひどい目に遭わされた。これなら私の全力を絞り出します。確かに、ね、外周一色。了解した。倒した。
誰も怪我させません。健康一滴まだまだ行くよ。これならお願い間に合って。必殺の一撃いました。よいしょ、私の全力を絞り出します。まだまだ守りもしっかりしなきゃ。敵を知り己を知れば百戦ありありかな。アフターヌーン、了解した。まずは最高を取り寄せ、必要なものが外車とリセット、シャバとケーキスタンド、キュンとお菓子と準備、あとは提供するだけ。これはどうしたものか。倒しました。当然の結果、よくだな。結構おまけのとこが長かった。結局リトライしちゃいますよね。まあ、この辺は大丈夫ですよね。これぐらいかな。これすごいんじゃ。どこまで行っちゃおう。作品お武器ゲットです。この辺り次にやるか、ひょっとしたら分化するかも。さあ、これが今うちにある練習用の食材よ。スイーツに使えそうなものを選んでおいたわ。ありがとうございます。こんなにあるんですね。ライネさん、これ何ですか。いちごっぽいけど変な形。ええ、それはいちごよ。
形が悪くて売り物にならないものを安く買い取ったの。それじゃあこれはリンゴみたいですけど奇妙な模様が。ごめんなさい、それは飾り切りの練習途中で。そうですか。うん、とにかくいろいろ試食してみましょう。きっとエトワリアにしかないものもあるはずよ。そうね、ライネさん、いいですか？ええ、ここにあるのはお店に出さないものだから自由にしてちょうだい。終わり。まだですね。美味しかったわ。エトワリアにこんなに美味しい果物があったなんて知らなかった。ライネさん、今日はごちそうさまでした。とっても満足です。喜んでもらえたみたいでよかったわ。うん。それじゃ。はい、ごきげんよう。って、なんで解散ムードになってるの？究極の和菓子を作るんでしょ？お、そうだったわね。エトワリアには素敵な果物がたくさんあるのだから、作るのならやっぱりフルーツあんみつ、うん、インエトワリアね。インエトワリア。あんみつっていうのはわからないけど、果物を使うのね。わかったわ。早速調達に行きましょう。二人ともついてきて。敵。ここには美味しいフルーツがたくさんなっているの。早速採取しましょうか。さっきから変な鳴き声みたいなのが聞こえるんですけど。そうね、でも安心して。ちょっと魔物がいるだけだから。全然安心できない。ちょっと買い物に行くみたいなノリで連れてこないでくださいよ。これたとえ魔物が出るとしても逃げるわけにはいかないわ。私たちには究極の和菓子を作るという使命があるんだから。そんな使命なんて大層なものじゃないでしょ。あら、ライネさん、そうだよ、ずいぶんダミ声になったような。今のは私じゃないわよ。この魔物の鳴き声じゃないかしら。へえ。戦ってもいいけど、いちいち相手をしていたらキリがないわね。足が遅そうだし逃げましょうか。うん、はい、そうしましょう。回り込まれたかと思った。あの魔物、ライネさんの言う通り足は速くないみたいね。この調子で振り切りましょう。うん、チア、どうしたのよ。早く来なさい。どけたっけ。私、もうダメ。体力切れ。え、終わり。やばい、まあ話は続くんだろうけど、これはちょっとやばいですね。ということで、チアがレベル100になりましたね。これからは専用武器でお装備することでパワーアップする世界となります。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。これで何人目か。これチアです。回復屋さんですね。キララファンタジア始めちゃおうかしら。はい、ということでチアも含めて、パーティーを作ります。
次回以降ぜひご期待ください。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。説明欄にはキラーファンタジアのプレイリストございます。400本以上の動画があります。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。